上野動物園、東京都台東区は22日、今年6月12日に生まれたジャイアントパンダのシャンシャン、メスと母親のシンシンを生後190日となる12月19日に一般公開すると発表した。母子の健康に配慮し、来年1月末までは公開時間を1日2時間半とし、観覧車も抽選とする方向で調整している。同園によると、公開時間は午前9時45分から午後0時15分で、抽選で選ばれる観覧車は1日約2000人。数十人ずつのグループに分け、1から2分程度は母子を観覧できるようにする。抽選の受付は、12月6日からインターネットの特設サイトと電話で行う予定で、詳細は来週発表する。ネット上で、母子のライブ映像を配信することも検討している。同園の福田豊園長は、パンダを見て幸せな気持ちになってもらえれば、ありがたい、と話している。